X-ray キャンプに到着間際の習慣者たち。2002年1月11日、デビッド・ヒックスが習慣されていた独房。左上は読書室という名前の部屋。2006年11月、飛行機でグアンタナモ基地へ輸送されている途中の習慣者たち。監視塔グアンタナモ湾収容キャンプは、キューバのグアンタナモ湾のグアンタナモ米軍基地に設置されている。 アメリカ南方軍グアンタマも共同機動部隊運営の収容キャンプ。2002年にジョージ・ W ・ブッシュ政権時に設立され、アフガニスタン紛争及びイラク戦争の過程で、アメリカ軍によってテロに関与しているか何らかの情報を持っていると疑われて強制連行ないし逮捕された数多くの人物が収容、監禁、拘禁されているが、法の適正プロセスを規定した。 アメリカが州国憲法修正第5条や修正第14条に違反する違法な拘束であると批判を受けており、キューバ政府は同基地の返還を求めている。2013年にまとめられたアメリカの報告書では、グアンタナモから解放された収容者のうち16.6%が再びテロ活動に戻ったとのデータがある。2007年に解放されたアブドゥルカユムザキールは、 タリバーンに復帰後に組織内で頭角を表し、2021年のカブール陥落で司令官として活動した。また、2018年に解放されたアブドゥルガニバラダルは、タリバーンのナンバー2となった。反政府組織などで活躍する人物が存在する。一方、ロシアや中華人共和国では、グアンタナも出身者に少なからず、CIA に取り込まれた人物がいるとの推測も、されている。 なお、バラダルについては、CIA との関与の有無は別にして、アフガニスタンの政権崩壊前後にアメリカとの交渉窓口役を担った実績がある。ありがとうございます。